安全保障と戦争の問題についてお聞きしたいと思います。まあ、安倍首相は集団的自衛権を、まあ、際限なく拡大して、まあ、どこでも中東でもですね、自衛隊を派遣するというようなことを言っておりますが、日本はですね、こういう国際紛争とか戦争についてですね、どういうふうに取り組んでいったらいいか。ありがとうございます。安全保障問題についての質問をいただきました。で、今自民党、まあ、公明党も含めてですけれども、まあ、与党協議というところで出されてきている話、新三要件みたいな話になってます。結局どういうことかというと、地理的制約、今までの有事というのは朝鮮半島を含むというようなこの近場での想定でしたけれども、それを一切枠組み外して地球の裏側まで行けるっていうようなことをしようとしている。これ大問題ですよね。自分のお仲間が今から喧嘩を始めるぜっていう時に、じゃあ俺も参加しますってことでどこまででも行けるみたいな、地理的制約っていうものを取っ払うっていうのは非常に危険だと思うんです。で、生活の党と山本太郎と仲間たちの小沢代表はですね、とにかくこの安全保障問題に関して国連決議、その国連の決議を受けたものに参加するといいますか、その国連軍という形であるならば、その考える必要があるんじゃないかと、それ以上に広げるのは少し危険だよなというようなスタンスだと僕は理解しています。で、まあ、とにかくその国連決議を受けてというのがどうして嫌かというと、政府自民党はそこにロシアであったり中国であったりというものの意見も取り入れられるから嫌だという話なんです。でも待ってください、この国連決議を受けずに戦争に突入するということの危険性、じゃあ先ほどから言っていますお仲間、日本のお仲間って誰ですか。アメリカですよね。じゃあアメリカが今まで国連決議を行ってきた、国連決議なしで行ってきた大義なき戦争の数々を思い出していただきたいと。一番分かりやすいのはイラク戦争ですよね。大量破壊兵器あいつら持っとるぞっていう話で始めようとしたけれども、ちょっと待ったということで調査が入ったわけですよね。本当にあるのかって。で、1000回近く調査が行われて、結果大量破壊兵器はないって話になってるのにもかかわらず、いやいやあるだろうと言って他国に押し入ったんですよ。イラクに侵略をした。で、殺しまくって蓋を開けてみてどうだった、大量破壊兵器なかったって。むちゃくちゃでしょやってること。チンピラですよね。でもアメリカがやりますって言った時に、その3時間後には日本も賛成っつっちゃってるんですよ。で、これによってイラクという国が解体されて、その解体された後ってもう僕たちほとんど興味なかったじゃないですか。興味持ってこなかったじゃないですか。12年間の間ですよ。イラクが解体されて12年間の間、どんなことがイラクで行われてるか、どんな現状があるのかってことさえも知らなかった。でもそこではイラクの中で虐殺があったり、まさかそこまで治安が悪化してるとは分からなかったっていうような、そんな状況が日常的に行われている中で生まれ出た一つがやはり IS っていう存在だったと思うんです。で、今回後藤さん、湯川さん2人の、日本人の人質が殺害されたとしていますけれども、この件に関してのアプローチというのも本気だったのって言いたくなりません？解決できたんじゃないのって。いや、だけどほら交渉のパイプがないからさって。いや、後藤さんの奥さんのメールに直接来てるんでしょって。言い訳になるそんなことって。皆さんでももう重々ご存知のように、それ交渉をしてもらうのトルコの方がいいんじゃないのみたいな、過去にそういう経験もあって、ある程度距離は置いてると、そういうような人たちの方が、そういう国の方が本当は一番適任じゃないのって皆さんも思ったでしょ、テレビ見ながら。でも全然そうじゃなかったんですよね。逆に言うと時間切れ待ってたんじゃないのかって、どうして時間切れを待ってたんじゃないかって、うがったものの見方をしたくなるかというと、やはりこの安全保障、この安全法制ってものに関して、これからどんどん自衛隊が海外に展開していけるっていうような現実を作ろうとしている。
その法整備が統一地方選終わった後、5月ぐらいからどんどん進んでいくんですよ。じゃあ一番その中東で起こっていること、その他の国で起こっている紛争に対して日本はどういうスタンスで臨めばいいか、答え簡単です。連合国と言われるとこだったりとか、そういう先進国で集まった国連決議を受けてないような塊とは線を引かなきゃダメなんですよ。距離を置かなきゃいけないんですよ。中東までのこのこ出かけていったらその後どうなるかって、侵略者の一味として見られるだろうって。渋谷でテロ起こったらどうするって。日本ってどれだけテロに脆弱ですかって。原発もある、新幹線もある、地下鉄もある、電車も網の目のように張り巡らされてるって。一発でやられますよ。同時多発が起こったらどうする。中東のことに首を突っ込むな、当たり前なんですよ。どうしてもというなら最低限のことは絶対にやらなきゃいけないと思うんです。僕も人道的支援、これは安倍総理は最初に言ってたこととはまた変わってきてるんです。最初は IS に関わってる各国、戦う各国に対して支援をするという言い方だったけれども、それでハレーションが起きた、それで引き金を引いてしまったってことが分かった、次には難民への支援と言い換えてる。難民支援したいんだったら赤十字でいいじゃないかって、国連通せばいいじゃないかって、どうしてそれをわざわざそんな風にするのって、ごくごく当たり前のことですよね。この国をあまりにも冷たく聞こえるかもしれない、中東に対してそういう風にするって、テロリストと戦うっていうかもしれないけれども、歴史を紐解いていったらどっちがテロリストか分かんないんだぞって。向こうには向こうの言い分がある。自分たちの国も解体された、ほんの12年前に。この国に民主主義を根付かせると言ってイラクに来て解体して、その後ほったらかしじゃないかって、少しでも良くなったかって、むちゃくちゃにしていっただけじゃないかって、どっちが侵略者か分かんないですよ。そのような戦いにこの国が自ら出ていくことなんてないんですよ。出ていっちゃダメなんですよ。どうしてか、政治がやるべきことは、日本の政治がやるべきことは、この国に生きている人々の安全を守らなきゃいけないんですよ。命守んなきゃいけないんですよ。じゃあしたたかにやるしかない。でもやるべきことは最低限やるしかない。その人道的支援は国連、そして赤十字を通してやるべき。そしてもう時間がないので手短にいきます。ごめんなさい、話長くなって。じゃあどうするんだと、敵を作るなってことなんです。このアジアの中においても、中国だ韓国だなんとかだ、いろんなことが言われます。もちろんあいつらのあれが気に入らない、いろんな声も聞こえてくる、気持ちはわかる、いろんな感情があるから。でも考えてみて、一番のお得意先だぜって、日本経済に影響があるよって、今以上に経済的に厳しい状況に置かれるようなことを政治の場で作っていいのかってことだと思うんです。少なくとも首脳会談、日中ね、それだけじゃなくて日韓も首脳会談がなかなか開かせてもらえないような政治スタンスはありえないでしょ。新しい基地を作る、ミサイルを配備する、どんどん緊張を高めていくことによって一体関係性はどうなりますか。向こうも頑張りますよ、こっちも頑張りますよ、こっち頑張ったら向こうも頑張りますよ。終わりがないんです。でこれだけは言いたい、どうしてこんだけ安全保障整備っていうものを急ぐのか、そしてこの自衛隊を世界に展開させることを考えるのか、理由はいくつかある。一つはアメリカ、これ以上戦争にお金をかけられないから日本人に人と金を出せということを要求されているということが根底にあるってことなんです。同盟国でも何でもないですよ、植民地なんです。一度も独立したことがないんですよ。間接的に支配されてるから気づかないだけで、いつまで言いなりになるんだっていう話なんです。沖縄の辺野古に基地はいるかって、過去4回の選挙において地元の民意ははっきりしたのに、どうして強硬に基地を作るんだって、意味が分かんないでしょ。緊張高まるよって、軍事要塞、アジア一の軍事要塞を辺野古に作ってどういうつもりなんだ。いやいや中国が攻めてくるかもしれない、ちょっと待ってよって、アメリカ軍基地があれだけある場所にどうして中国が攻めてこれるんだよって。利権なんですよ、砂利の建設のいろんなものの、自衛隊にも基地を持たせて
いろんな利権が絡んでるんです。で、軍拡競争に突入していったら笑う人たちがいるんです。大企業、この国には国内の企業で武器製造にかかっている企業というのはたくさんある。イージス艦、軍艦を1隻作るのに2500社の国内企業が関わる。戦闘機1機作るのに1100社の国内企業が関わる。誰の旨味につながる？その武器を作るのは誰のお金？皆さんの税金ですよ。バカ言ってんじゃない。1日5人餓死してるんだ。6人から7人に1人は貧困なんだって。もっとうまい外交をして国内の人たちがもっと豊かになるようなことをしろよって。この国は内需国なんですよ。 GDP 比で見ればわかる。 GDP 比の輸出依存度で見ればわかる。10数%ということは内需国だってことがはっきりしてる。内需を冷え込ますようなことを片っ端からやろうとしている。どうして？企業が儲けたいから。大企業がもっと内部留保を溜め込みたいから。そのための犠牲者になるのがここにいる皆さんなんですよ。勝ち組だって笑ってる人、明日も笑えるのか、1年後に笑えるのか、そんなことわからない。だからこそ自分が弱い立場になった時に手を差し伸べてくれるような状況をセーフティーネットだったりいろんなもので作らなきゃいけないってことなんですよね。話があっちこっちに飛んで申し訳ないです。小沢一郎という存在はおそらく保守ど真ん中と言われる存在で、まあ僕ははっきり言って保守でも革新でもないと自分で思ってるんです。右も左も分からずに政治の世界に飛び込んだものなんで。だけれども、もちろんこの小沢一郎さんの言われていることもすごく理解ができるし、でもちろんこの保守と言われる人たちの力も借りながら、それ以外の人たちの力も合わせないと変えていけないんですよね。だからこれが完璧だっていうような形っていうのはなかなかないと思うんですけれども、そこら辺を小沢さんからも勉強させていただいて、そして皆さんの声も合わせながら、皆さんの声を聞いたものを必ず僕は小沢さんにも返しながら、いい形の状況っていうのを作っていきたいと思うんですよね。で、まだ寒いですし、いろいろお忙しい方ですから、なかなか、このように街頭記者会見いつ来れるのかっていうのは約束できないんですけれども、僕はそこら辺しょっちゅうお誘いしたいなと思ってます。皆さん見てみたいでしょ、動く小沢一郎みたいなもちろん生きてるから動くんですよね、あのなんか何なんだ、機嫌の悪そうな顔はって、もうしょうがないじゃないですか、そういう顔なんですよ。心優しい人なんですよ、頭柔軟で。で、あの方の魅力も皆さんにも知っていただきたいし、そして本当に変えられるんだってことをみんなと一つになってやっていきたいと。答えは簡単なんですよ。今みたいな応募を許さないぞって。あなたに光が当たる、あなたにも光が当たる、弱ってても手を差し伸べられるっていう社会を実現しようぜって、多様性の認められる社会を作っていきたいと思っています。すいません、1時間にわたって1時間を超える、話をずっと続けてしまいました。このような形で凱旋型記者会見、これからも東京都内、休みになれば全国に出て行って皆さんと意見交換をしていきたいと思います。ぜひこれからもですね、いろんなご意見をください。よろしくお願いします。ありがとうございました。でですね、マイクでお騒がせしたんですけども、この後19時から、この後夜7時から、まもなくですね、20分後ですか、この場所で、3月11日大震災、ありました。この慰霊のキャンドルを灯して、キャンドルを灯しての、サイレントアピールというものをこの場で、行われるらしいです。ぜひですね、お時間の許す方はそちらのサイレントアピールの方にも参加していただきたいと思います。すいません、長時間にわたってお騒がせいたしました。ありがとうございました。